ここにもなんかね、花がいっぱい咲いてます。ヤブハギというマメ科の植物です。で、実の形がすごく面白いんでね、近寄ってみるとちょっと可愛らしい花ですよね。夏の植物観察会が行われたのは三好市木佐町にある信濃滝に続く散策道。この渓谷は日陰や湿地が多く、夏でも涼しさを感じられます。案内するのは上下高校で生物を担当する濱田先生です。まず見つけたのがこの辺りにヘビイチゴですね。なんですが、これはヤブヘビイチゴ。日当たりが良すぎるところには出てこないです。実はですね、実のように見えてるんですが、皆さんが種だと思ってる粒々が実です。小さな粒々がイチゴの実。赤い実のような部分は花托という実を支える土台なんだそうです。普通に食べてるイチゴありますね。あれも一緒です。花托を食べてるんですね。渓谷沿いに多く見られる植物の中には、里山の暮らしに関わるものもありました。エゴノキっていうのが川沿いに生える低木なんですが、今の時期ね、実がいっぱいなってるんですけども、このね、実を取って潰して洗濯とかねするんですが、いわゆる魚毒っていうですね、毒性が弱いけど魚がちょっと浮いてね、気を失う程度の毒、これを使って魚を昔取ってたんです。信濃滝周辺は県の自然環境保全地域に指定され、多くの植物が自生しています。その中には珍しい特徴を持つものも。この辺ね、ずっとシダが生えてるんですが、これあのキジノオシダ、ちょっとあの変わってて、胞子葉って言って胞子をつけるだけの葉っぱ。シダの仲間にはこういうね、胞子だけつける葉っぱと光合成をするだけの葉っぱにね、分かれてるものがいくつかあるんですが、それの一つです。でこれあの満作、県北では谷急ぎっていうんですね。なんか急ぐようにしてね、花を咲かせる。2月の終わりから3月の初めぐらいのね、かなり寒い時期から咲き始めるんで、来年のつぼみがもうついてます。ほとんどのね、木が今の時期にね、よーく見ると来年のあの芽がもうできてるものが多いです。信濃滝に到着し、観察会が終了。知らないお花とか植物が見れて楽しかった。シダとか全然知らなかったので勉強になりました。限りなくすごいいろんな種類があるんだなということを教わりました。ちょうどこの辺りが、ね、暖温帯と冷温帯の境目になってて、暖かいところのもの、寒いところのもの両方見られたりするので、割と種類がたくさん見られる場所だっていうことですね。季節を変えてくるとやっぱりね、いろんなものが見れて非常に面白いところですね。植物を見ながらそれぞれの特徴を学びました。植物を通して自然を知ることは、豊かな森や環境を守ることにつながります。森の中を歩き、その大切さを感じてみてはいかがでしょうか。